はい、じゃあすみません、皆さんこんにちは、えーっと。国立研究開発法人防災科学技術研究所、まあ、略して防災科研というんですけれども、今日は防災科研の災害対応と、災害対応に役立つ、まあ、自治体の方に知ってほしい日頃のデータの扱い方という、えー、タイトルで研修させていただきます。で、多分前段の防災科研の災害対応の話の方がちょっと多くなっちゃうと思うんですけれども、まあ、ご,ご容赦ください。はいでえーっと ちょっと私の簡単な自己紹介だけさせていただこうと思うんですけれども、えっと、私も、もともとは、えっと、研究者ではなくて、大学出てからインテルって半導体屋さんで20年以上勤めた後、茨城県庁で、最初はインテルの人として常駐して、広報 ICT ディレクターって名前で常駐して、その後3年間茨城県で広報官、 え、仕事をさせていただいてで、その後2018年からまえ、あ、約4年前ですね。から、えっと防災科研で総合防災情報センターでセンター長を補佐をしています。まあ、その他ちょっと色んなあの自治体との取り組みだシティプロモーションだとか、そういったことも趣味で延長で続けたりしています。 で今日お話しするのは、まあ、まず防災科研の災害対応のご紹介と、まあえっとまあ、それを通じて皆さんにこんなこと日頃からやっといてほしいなというお話をさせていただこうと思っています。でえっと、防災科研について、ちょっとご存じない方も結構いらっしゃるので、まあ、簡単にだけ説明すると、えっと、伊勢湾台風をきっ,きっかけにして生まれた、翌年生まれた研究所で、も、えっともとは科学技術庁の下にあった研究所で、えー 文科省が文部科学省になった時にまに、文科省の下に統合された研究所であって、なんとなく国交省の下って思われる方もいらっしゃるんですけど、文科省の下にある研究所です。ちなみに JAXA さんの予算規模はたい20分の1ぐらいのちょっとこじんまりした研究所で、基本は自然災害に関する研究をしている研究所です。 でえっとまあとでいろいろちょこちょこ説明しますけれども、えっと、あくまでも自然災害を研究するだけではなくて、それに対してどう対応していくかとか、そういったことを私たちの研究テーマとしております。防災課研が、えっとまあ、職員の意識を揃えるためにですね アイデンティティっていうのを約1年かけて、まあ、職員と一緒に 1> 約1年かけてディスカッションしながら作っていきました。で、ロゴを変えたりとか、えっと、今まで防災科研っていうのを正式な名称の一つとして扱ってなかったんですけどもえ、防災科研っていうのを防災科学技術研究所っていうより防災科研で覚えていただこうということで、こんなふうなロゴを作ったりしました。で、えっと、ま、ブランディングの話すると長くなるので、えー、我々が、えっと、目標としては生きるを支える科学技術を目指していこうと。えー 考えて、まあ、こういったことをしてきました。はい。で、えー、まあ、ちょっと長くなる時間あったら後で読んどいてください。で、えっと、防災加減が何を目指しているかっていうのが、この絵にある意味象徴されていると思ってます。えっと、私たちこれをレジリエンスカーブと呼んでますけれども、えー、一回災害が起きたら、社会がどんな風になってしまうか。で 災害が起きると、まあ、被害が発生してで、その被害が大きいか小さいか、えっと、防災がうまくいって、事前の防災がうまくいって災害を起こさなければそれでハッピーですけれども、そうではなくて、実際にはやっぱり、えー、最近特にですね、気象災害が激甚化して、今までにはなかったような災害が多く起きたりしていますで、それぞれの災害を事前に防ぐだけではなくて、えー、起きてしまってもそれをちょっとでもインパクトをちっちゃくする。もう一つは、 えっと災害が発生して、復旧にかかる時間をちょっとでも短くする、えー、これをすることによって、よ要するに、この面積の部分、市民の方々、県民の方々がとか事業者の方々が影響を受けるわけで、この面積をいかに小さくするか。 が肝心だと思っていますで私がいる総合防災情報センターだったりと僕がいる研究部門の方ではどちらかというとこの復旧にかかる時間の方をいかに短くするかというのをメインテーマにしてやっていますがもちろん防災科研全体としては予防力の向上だったりだとかそういったことをやっている人たちもいますが我々はどっちかというとこの復旧にかかる時間をいかに短くするか例えば行政の皆さんをお手伝いすることによって少しでも早く意思決定いただいたりだとか適切なく対応していただけるっていうのをまあ 研究とししててもお手伝いしていますで今日はどちらかというと、この復旧にかかる時間に関するような話をちょっとさせていただこうと思っています。で、えっと、防災加減の主な取り組みっていう、ねまあ、とりあえず後でこ見ていただいてもいいと思うんですけど、まあ、正直いろんなことやってます。で例えば、えっと、海底に、えっと、地震計設置してます。じゃあ、これ実際何に使ってるかというと、分かりやすい例でいうと,、えー、っと、実は海で地震が起きました。 で地震の波が伝わってくるのは、電気のが伝わるよりは遅いんですね。なので、例えば海底で地震があったことを、この地震計が検出すると、何十秒か早く陸地に情報を伝えることができます。実は JR さんと,、えー、とも自動で連携するような仕組みになっていて、新幹線が自動で減速し始めたりだとか、そんなことにも使っています。 で、昨今の南海トラフの巨大地震が問題になるって言われてますけども、実はこの南海地震の、南海トラフに対応した新たな地震計を海底に設置してまして、確か約予算規模150億円程度で、えー、5年間かけて N ネットって新たな海底地震も今設置したりしています。こんな地震だけじゃなくて、あと、えー、っと、雪氷、今ちょうど雪のとか、 ちょうどね、皆さんのところ、もしかすると今、大雪になってるかもしれませんけども、雪、ま、氷、あの防災実験施設だったり、そういったものを持っています。で、えっと、ちょっと上の方とか、今日はもう基本的に話すつもりないんですけども、えっと、私が、私がやってる仕事のまあ半分だか3分の1ぐらいはどちらかというと、防災行政にいかに貢献するか。 というとで説明しますけれども、SIP4D という仕組みを作って、まあ、災害対応より迅速に効率よく、えー、行っていくかっていう防災加減が大きな一つのテーマとして行っており、まあ、そのシステムを使って、まあ、九州の熊本地震から、えー、脈々と毎,回毎年起きるような、えー、広域災害だったり、気象災害だったり、いろんなものに対応していこうとしています。 でで主にちょっと今日はこのどんな災害対応を私たちにしているかの話をさせていただければと思っていますで、えっと、ちょっともうざっくり簡単な話から入っていこうと思うんですけど避難所に物資を届けようと思ったときに一般的にはどうするかというともちろん道路を使って配送しますよねでじゃあ道路っていうのは実際どんな管理になっているんでしょう これはまあ元は国交省さんが公開しているものをちょっと私なりに絵にしてみたものですけども道路といっても実は非常に多くの種類があって道路交通法で管理されているのはまあ高速道路から市町村道までだけ見てもそれぞれが管理主体が全部違ったりだとかします例えば3桁の国道は都道府県が管理していたりと。 でそれで、実際避難所に物を届けようとすると、えー、国道だけ通ってとか県道だけ通ってとか、えー、物をお届けすることはできないので、いろんな類の道路を重ね合わせて情報を集めて、初めてどの道路が通れるかとか、どの道路が安全だとか、そういった判断ができます。 です,で,ですが、じゃあ、例えば国交省さんと都道府県と市町村と、えーまあ、農道林道管理している農林水産省がつながって、一気通貫になっていて、そういう情報を今、配信してくれているか、我々が使えるようにしてくれているかというと、決してそういうことはまだ実現できていません。でえー、っとこういういい、まあ、道路で今で今きてるかってちょっとと 怪しいところはあるんですけれども、こういったことをちゃんとやっていこうと思ったコンセプトで作られたのが、SIP4D、基盤的防災情報流通ネットワークというものを作りました。もともとは SIP っていう内閣府の、まあえー、予算で作り始めたもので、当時は、えー、府省庁を連携するためのシステムとして開発をスタートいたしました。で、さっきの道路のケースみたいに <laughs>、 えー、例えば国交省さんの管理の道路と農林水産省も管理している農道だとかそういったものの情報を一つに重ね合わせてとか、えー、情報をやり取りすることによってみんなが同じ情報を持てる状態を作りたいと。で、これをさらに発展してきまして、今、 え、都道府県との連接を始めたりだとか、え、指定公共機関との連接を始めたりとか、え、今後、え、民間企業との接続なんかもできるようにと拡張していこうと思ってます。私、ちなみに私はこの防災情報サービスプラットフォームっていうところにも絡んでまして、えっと、SIP4D やってるチームの方が本席なんですけども、この企業連携、図るようなところも私も担当しています。で、こういった様々な情報、 えー、一つのパイプ僕たちパイプラインと呼んでるんですけども、このパイプライン、土管の中に流して、情報を必要な人が必要なデータを取って、えー、自分で本当は見ていけるようにしていきたいと思ってます。はい、で、まあ、ちょっとこの辺難しいんで割愛しちゃいましょうね。もし、か後で質問と技術的な質問とかある方がいたら、ぜひ,ぜひご質問いただければと思います。 で、えっと、これちょっと古いんですけど、えっと、おととしだったかな ?2020 年の、えっと、都道府県連接の、まあ、実証実験的なことをしたときに、えー、16都道府県が手を挙げてくれて、まあ、連接をしようとしました。で、えっと、今もうちょっと増えているはずなんですけども、ちょっと残念ながら、何件つながっているか、なんかちょっとすみません、非公開らしいので、えっと、数は差し控えますけれども、まあ、えー、だんだんつながり始めています。 SIP4D にこの流れる情報ってさまざまな情報があって、例えばまあこの辺は風の情報ですね。あと、これはあの大雨の多分稀さの絵だと思うんですけども、100年に一度の雨とかそういったもの。えー、で、この真ん中の方はレーダー衛星で撮ったものです。赤く染まっているところがえ災害が、えー、と浸水が起きたところであろうとこなんですけど、そういった情報だったり、あと、 航空写真だったりだとか、そういったもの、様々な情報をまあ扱って、それをまあお互いのシステム同士やり取りするための仕組みが SIP4D というものですで。ちょっとなんとなくぼやっとしてわかりにくいと思うんですけれども、えっとまあ、もしわかりにくい点とかあったら、後で質問とかご意見とかいただければと思います。SIP4D は実は本当は、 あくまでもデータを通して流通し合うための仕組みです。ですけど、じゃあ、例えば、えー、と防災科研が持っているさまざまなデータだったり、府省庁だったり、民間だったり持っているデータと、あと説明しますが、ISAT といって、僕たちは何か災害が起きると、えー、大抵あの県の災害対策本部に、 内閣府さんと一緒に帰って情報支援活動してるんですけども、その時いただいた情報だったりとか、そういったものに情報としてお渡ししても、現状の日本社会、都道府県府省庁、市町村さんがデータを渡されても使いこなせてないのが正直だと思いますし、そういったシステムも持ちじゃないと思います。なので、えっと、大きく分けると2つのことをしています。1つは防災クロスビューって言う で一般の方も見れるウェブサイトを公開して、みんなが、えー、日本国民で、まあ、海外でも見れますけれども、みんなが同じ情報を見れるもの、ただし、この防災クロスビア、一般で公開してますから、機微な情報というのは公開していません。 で、もう一つ下の方が ISAT サイト、えー、災害対応期間限定のものになって、まあ、自衛隊消防警察 DMAT... っていう、えー、本当の災害対応期間のみにだけ ID パスワードを発行している。えー、っと、もちろん、えー、自治体さんにも提供しています。えー、内閣府さんから、まあ、都道府県さんに ID パスワードを通知して、そこから市町村さんにお伝えしていると聞いています。で、その他、えー、っと、システムの としてデータを連接して自分たちで使いこなせる人たちは SIP4D の中から自分たちでデータを取ってきてそれぞれのシステム例えば内閣府の総合防災情報システムの方に SIP4D に入ってきた情報が入るようにしたりとかそういったことを目指しています。 で、えー、っと、ちょっと防災クロスビュー元、元、えー、防災科研クラしレスポンサイトっていうんですけども、ちょっと簡単にだけご紹介いただくと、あさせていただくと、えー、この最初にサイトにログインすると、この画面、左上の画面が出てきます。で、えー、ここから、次の、今、実は冬季なので、気象災害版の冬っていうのが公開されています。で、 気象災害は、えー、いつ起きるかわからないし、今までと違って急に激甚化するなんてこともあったので、えー、常時解説を3年前からしています。で常に、えー、っと雨の状況だったり、えー、そういったものを常に公開して、何かあったらいつでも見ていただけるようにしています。で冬季になり今、冬季ですので、実は降雪量とか、えー、っと気温がすごく重要な要素を占めるので、 えーまあ、凍結災害なんかをまあ見られるような、そういったサイトに今はしていて、あとは例えば雪下ろしの目安になるような雪下ろしシグナルだったりだとか、上空の気温とか、そういったものを公開しています。で実際、えっと、災害が発生した、例えば、えー、気象災害が発生したりすると、実はここから分岐して、もう1個ウェブサイトを立ち上げます。 でこれは、えっと、昨年の7月1日の熱海で土砂災害が起きたときのものですけれども、ここから分岐して、えー、熱海に特化した情報を集めて、サイトを別に作っていきます。で、この中には、例えばいろんな機関から集めた航空写真だったりだとか、えー、いろんなものを集約していって、まあ、企業さんのものだったり、いろんなものを集約して、まあ、ワンストップショッピングして、皆さんが見れるようなものを目指して作,作っています。 で今ちょっとまだできてない部分もあるんですけども、これは基本的には作ったものすべて公開し続けて残していきますので、まあ、アーカイブ的にご覧いただくこともできますが、一部のデータ、リアルタイムで公開している、例えば幸運情報とか、そういったものが必ずしもアーカイブとして残せてるわけじゃなくて、例えば3年前のこのクロスビューを見ると、えっと 今日時点のまた交互情報が見れちゃったりするとか、そういう問題ちょっとあるんで、その辺を徐々に直していって、本当にその時の災害を振り返るっていうのを、えー、機能として実装しようとして、まあ一部はそういうことできてるんですけども、ちょっと過去にのとか全ての情報についてそこまでできていないのが正直なところになります。はい、で、まあ毎年毎年いろんなものをどん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 ,どん立ち上げて作っています。 でえー、っと防災クロスビルでどんなものを公開しているか、例をいくつか話すのと、あと防災科研がどんな研究をして、皆さんにお役に立てようと思っているかって実例を、えー、っとまずちょっと降雨の話でしていこうと思います。でこれは、えー、令和元年東日本台風、台風19号の時の24時間の降雨の、えー、水量。 高雨水,水量分布ですで赤くなっているところが、要は雨がいっぱい降った、24時間に雨がいっぱい降ったところで、400ミリとか500ミリ以上の雨が降ってました。次のページ見てみますと、えっと、これは最近はニュースとかでも当たり前になってますけれども、何十年に一度の雨っていうやつです。で、暖色が濃くなっているところが50年以上だったり、100年以上の雨になっています。 さっきの絵と比べるとだいぶちょっと違うと思うんですけれども、でこの黒い線が、えー、水害が起きた河川で、破堤したり、えー、越水したりとかした河川になります。で、さっきの絵と違って、えー、だいぶ位置は変わってますけれども、100年に一度、50年に一度クラスの大雨が降ったところで、ほとんどのケースが河川が氾濫したり、えー、しています。 なので、えっと、ちょっとこちらの絵とだいぶ違ったと思うんですよね。はちょっと言葉は悪いかもしれないんですけども、えー昔、昔からよく雨が降るところっていうのは、すでに地形が変わってたりとかするとか、治水がきちっとできているので、えー、災害が起こりにくいと。 で今まで雨が降らなかった、過去に雨の降る経験、あんまり経験してないところに関しては、えーまあ、こういった災害が起きやすいということで、これがえっとこの時、えー、令和元年の台風第19号の時に見えましたので、実はここから開発を進めて、これをリアルタイムでいつでも毎日見れるようにしていきました。でこれが熱海の時ですけどこの時はリアルタイムで常に見れるようにして公開しています。 でえーまあ、今,今でも例えば今日見ていただければ、えー、この、えー、と実行雨量のまれさってことはを使ってますけれども、実行雨量のまれさっていうのはリアルタイムで常に公開して、皆さんが見ていただけるように、えー、しています。この時もやっぱり、えーっとまあ、100年に一度以上の雨が降ったところで、土砂崩れが起きたりとかしていました。よいしょ あと、衛星画像なんかどんなふうに使っているかっていうと、えー、っとレーダー衛星って、ちょっと光学衛星とレーダー衛星とあるんですけども、要はこっちは電磁波を飛ばして、電磁波の反射を見てるんですけど、で反射されたものから、この辺がまあ水に使ってるであろうっていうのを算出しまして、レーダー衛星だと、正直言うと人間の目で見ると、なんだか正直言ってよくわからない色をつけたりとかしなきゃいけません。でえー メリットがありまして、普通の光学衛星っていうのは、雲がかかってしまうと撮影できないんですねで。レーダー衛星は雲を透過できるので、気象の条件に限らず撮影ができます。でこれによって、えーっとまあ、天候に左右されず撮影ができますで。その撮影した画像を解析して、この辺、雨が降っ雨が、ごめんなさい、えーえーっと、何か水害が起きただろうっていうのを計算した後、 実はそれぞれを建物と合わせてその地域の建物が何件ぐらい浸水してんだろう浸水想定建物数っていうのを計算してでそれを公開しています。でこれによって、えっと、自治体の方々が、えっとまあ、自分の地域がどれだけ浸水してそうかって見ることもできますし例えば県の方から見れば県のそれぞれの市町村がどの程度 浸水してそうかとか、そういったもの、一目で見れますので、例えば支援活動を何とかしから優先に出さなきゃいけないとか、そういう意思決定に使ってもらいたいという思いで作ってます。また、国から見れば、えっと、全国広域でこういったものを見たいですから、それを広域情報として出せるように頑張っているところです。こんな情報をなるべくいち早く出せるように努力したりしています。よいしょはい で、ちょっとさっきから、えっ、ー、と、多分言葉として使わなかったんですけども、観測データの生データとか渡されても皆さん、正直使い物にならないし、理解もできないと思います。で、従来、研究者が出してくるものとか、論文だったり、分析結果って、正直って分かりにくいですよね。で、それを、ユーザー、例えば、都道府県の方や、国民の方、企業の方々の、どんな人数を持ってるかっていうのに合わせて、 皆さんが使いやすくなるように加工したものを防災確認では情報プロダクツと呼んでいます。で例えばさ、豪、えー、雨災害の現場では、単純に降雨の情報を出すだけではなく、河川や地形の情報や建物、道路、そんなものを組み合わせて、えー、この辺の建物にはこういうリスクが発生し得るとか、そういった情報に変換することによって、皆さんが意思決定しやすいようなものを我々情報プロダクツと呼んでいて。 えっと、皆さんの意思決定に役立つ情報プロダクツを、まあ、えー、どん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 多く出していこう。より良い,い情報プロダクツを出していこうと思っています。えー、先ほど紹介した大雨の稀さに関しても、我々情報プロダクツと思っていて、えー、っと、単純に大雨の稀さを出すんじゃなくて、じゃあそこから人口を掛け合わせたりとか、建物を掛け合わせたりとか、そういうことによって、例えば50年に一度以上の雨が降っているのは、この地域でこの辺が危ないよっていう情報を出せるようにしようとかしています。 あと、ちょっとこれは時間があって興味があったら見ていただきたいんで、一応昨防災加減の中で数年前から情報プロダクツって言葉を使ってたんですけれども、実は防災関係の内部の定義がちゃんと決まってなかったので、昨年度情報プロダクツポリシーを制定いたしまして、それを一般にも公開していますのでは、もしよかったら見てください。まあ、でも、ちょっと法律の条文みたいなので、そんなに直接的にお役に立たないかもしれません。でさっきちょっと言葉が。 ビットビット話したと思うんですけども、アイサットっていう、えー、活動を内閣府と一緒にしています。で簡単に言っちゃうと、えー、っと何か大きな、まあ、広域災害だったり、えー、被害の大きな災害が起きたときに、内閣府と一緒に防災科研が各県の災害対策本部にかい入って、主に情報支援を主として、えー、皆さんの自治体をお手伝いしに入ります。 でこの活動をイサットインフォメーション・サポート・チームと呼んでいて、まあ、この基盤を支えるのが先ほども説明いたしました、えー、SIP4D という仕組みになります。でえー、っとここから実はあの、まあ、今日の資料として内閣府さんからも資料を提供いただいていて、多分そういう方があの行政の皆さんお好みかなと思ったので内閣府からもらったものは全部内閣府のままで、えー、っと資料として用意しています。で、えー ISAT は災害時情報集約支援チームの略で、災害時に被災情報等のあらゆる情報を集約、地図化、提供して自治体のお手伝いする現地派遣チームになります。 も、えっともとは平成29年ぐらいから検討が始まって30年に試行的に本当は活動開始ってもともとの本当は約束はですね平成30年はちょっと訓練しようねって約束で毎月訓練をしていたら、えー、っと大阪北部地震があって7月豪雨があってイブリ島部地震があって結局本番に突入しちゃいました。ですがこの時ははて付け場は えー、思考的な活動で、えー、厳密に言うと、えっ、ー、と、令和元年度から本格運用開始となっています。で、えー、毎年数回出動しています。で、えっ、ー、と、大規模災害時内閣の調査チームが入った時に派遣になるのが原則ルールです。で、事前にちょっと質問いただいたんですけども、えっ、ー、と、 内閣府とも確認しますしけれども、えっと、内閣府調査チームが派遣されたときだけではなく、自治体から要請があった場合は、えっと、検討して派遣,派遣することもあるととのことでした。はい、で現状でいうと、この ISAT に対する構成メンバーは、内閣府の防災担当と防災科研と、えー、っとまあバックエンドを支えていただいているんですけども、内閣府から委託した民間企業が入っています。 でえーっとまあ、場合によってはあの、現地に民間企業が入っていただいたケースもあります。で正直言ってものすごく、この構成メンバーがまだまだ人手が足りなくて、本当の広域災害になると、ちょっと人手が足りないのは正直なところです。 でえっとまあ、ここにもあるように、えっとまあ、基本自治体さんだったり、えっと、災害対応自衛隊だったりが、えー、どんなニーズを持っているかに合わせて基本は地図化してで、その地図を提供することで皆さんの支援をする活動になっています。で、えっと だんだんアイサットも認知され始めて、今、例えばリエゾンで行う会議だとか、そういったところでは大抵大きなスクリーン使わせていただいて、そこで今、アイサットで作った地図なんかを見ながら作戦立案をしていったりします。例えば、この辺はあれだと思うんですよね。台風15号の時の千葉県の倒木被害図ですね。これはまあいろんな県から、いろんな、えっと、 ごめんなさい,いろんな団体から集めた情報を一つの地図にして使ったりしています。で、えー、っとこれはあ,の、まあ後で見といてほしいものですけれども、一応、えっと、私の上司である薄田が書いた記事ですけれども、えっと、内閣府の方に、ま、えっに、と、最初の、えー、初年度の挨拶等がどんな活動をしたかってまとめた記事が入ってますんで、お時間あったら見ていただければと思います。 あと,と ISAT とか SIP4D についてはです、ねえっと、防災基本計画に入ってまして、えーっとまあ、特に今回、ちょっと SIP4D では書きましたけれども SIP4D が、えっとまあ、国の計画にもう入るように昨年度からなっております。 で、えー、っと、ちょっと先ほどちょろっと話した台風15号で千葉県ですけれども、えー、台風15号の千葉県の時は、えー、強風が台風が原因ですけれども、強風が原因で、 えー、大量に倒木が起きてで、通信弾、電力弾が発生したのを皆さん、多分ご存知の通りだと思います。で、えっと、それをいち早く復旧するっていうのが非常に大切な活動になったんですけれども、えー、っとそれぞれ、えっと、実際どんなふうにそれぞれの現場が動いてるか、例えば NTT 東日本さんは電力 とか東,京あ東京電力にしましょうか、東京電力さんは電気を復旧するために山の中入って工事者を派遣したりするんですけれども、一般的に工事事業者さんは倒木対応までできません。なので、倒木を直してもらうのに、取り除いてもらうのに自衛隊さんに動いていただいたりしました。で、最初、電力だけ問題だったんですけれども、やっぱり通信網もやられていたので、それらが持っている情報を全部1つに重ね合わせて、 例えばこの辺がまだ倒木が治ってないとかそういったのを一気通貫でみんなが見れるようにしましたで。これを自衛隊さんだったり、えー、各、えー、とキャリアさんから頂い,いた情報をもとに一つの地図に,地図にして、まあ、作戦を立案してみんなで力を合わせて、まあ、倒木対応、えー、電力や、えー、通信の復旧に勤しみました。 でえっと、従来ですと、それぞれの機関からバラバラに情報が来るんですけれども、えっと、通信に関しては総務省さんにちょっと間入ってもらって、全部同じフォーマットで挨拶に渡していただける調整なんかも今回いたしました。でえっとまあ、あと台風19号の時に挨拶さつが出た。 とこころがこれだけになりまますす長野埼玉栃木宮城城福島茨にに入ってます、まあ、厳密に言うと茨城はずっといたわけじゃなくて、えっと、私が、えっと、まあちょっと3日間入っただけなんですけれども、えー、まあいろんなところに入りました。で、えー、実際茨城県庁でどんなことをしたのかっていうのをちょっと例としてこれはまあ公開していいものとして茨城県庁から。 えー、今、えー、提供いただいているので、えー、っと、これ実は上の絵が茨城県庁が描いた、えー、っと、どこが浸水してたかっていう地図になります。で、実はですね、この地図っていうのは、えー、っと、河川課の方が頑張って、うん、えっと、エクセルの上で何か描画したらしいんですけど、まあ、このデータをいただきましたと。で、えー、このデータだけだと正直言うと僕たち分析とか解析に使えないので、えー、実、えー、っと、GIS、 地理空間情報に変換する必要がありましたでこれをちょっと防災科研が人手が足りなかったので、えー、GIS 学会にお願いして地図化してもいただいたのがこれになります。で、これで GIS でいうとポリゴンを作ってもらったんですけども、えー、これが先ほどの茨城県が作ったデータをまあ電子地図にできるような で、これだけだと何の意味もなさそうなんですけども、こうやって GIS 化することによって、このちょっと見にくいんですけど、赤い四角が建物です。で、先ほど作ったポリゴンの中に、どれだけ建物が含まれているかっていうのを、実は GIS 化すると計算できます。 で浸水面積が計算できたりだとか、浸水したであろう建物の件数が計算できます。で、これを河川家さんと相談しながら、住宅家さんに持ってってあげて、仮設住宅がどれだけ必要かっていうのの、まあ、最初の根拠数字を作るとか、そういったことをお手伝いしたりいたしました。ほ、まあ、他にもいろいろとやってるんですけど、多分時間がそんなにもう残っていないので、ちょっと飛ばしながら。 いやまあ、熱海では同じように、えっと、逆に水じゃなくて土砂がどれだけ流れてきたかっていうのが赤いところになっていて、そこに建物を合わせて、まあ、なんと、えー、被災してそうかとか、そんなものを作ったりだとか、これが、えっと、自衛隊だったり警察が動く捜索活動なんかにも使う地図のベースにもなったりしています。あとはまあ内閣府さん、まあ、去年はですね、えっと、SNS 情報をいかに使うか、 スペクティっていう会社から提供いただいたデータを元に入れています。で、ちょっとスペクティに使っている、えっと、SNS 情報っていうのは基本投稿者に案件があるので、すみません、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、全部モザイク入れました。で、まあ、こんな風に地図上にどんなものがスペクティ、ごめんなさい、ツイッター上に投稿されたなどがまあ可視化されているものを内閣府と一緒に作成して、それを先ほどのアイ,アイサ,ットサイト。 この辺ちょっとあ後で見ていただければいいかな、でえっと、何度か先ほど説明しましたけれども、ISAT サ,サイトっていうのは、基本国、地方団体、消防、警察、自衛隊などの実動機関、あと指定公共機関、一部指定公共機関などの本当に公的な災害対応機関のみです。 で本研修を受講した、えー、方々で、まあ、上記の期間に該当する方々いらっしゃると思いますが、えーっとまあ、残念ながらいろんなところで研修とか講演すると、自分のところが ISAT 対応、ISAT、ごめん、i s サイトにアクセスできる期間のはずなのに、ID、パスワードをご存じないとか、イサットサイト存在の存在自体もご存じない方が、えー、ちょこちょこいらっしゃるので、えー、っともし、まあ、これに、えー、該当して、 えー、まあ見てみたいとか使ってみたいって方は、えっ、ー、と、通常だとすみません、連絡先を教えするんですけれども、えっ、ー、と、これちょっとインターネットでと動画が公開されるということなので、えっ、ー、と、まあ事務局の方にお問い合わせいただくと、えー、連絡先をお教えして、えー、まあ皆さんがアクセスできるようなことにしようと思っていますので、えー、ご了承ください。 であと、えっと、ここからあと10分ぐらいで、ちょっとまあ私の試験がかなり盛りだくさんですけれども、まあ、こういった災害対応をしていって、えー、自治体の方にちょっと日頃からもうちょっとデータをいろいろと丁寧に取り扱ってほしいなとでデ。データの扱い方っていっても、決して難しい話をするつもりは全くなくて、えー、もっとなんか簡単に日頃から 二次利用できるようなデータだったり、住民対応とかでもうちょっとデータの使い方っていうのを考えられないかなっていう趣旨でお話しさせていただきます。で、えー、っと、まずこれが防災クロスビューの例は3年8月大雨の重火被害です。で、この重火被害どうやって取ってるかっていうと、各都道府県のウェブサイトを巡回して被害法を見て、被害法の数字を 眠っていうボランティア団体がオープンデータを作成して で、それを地図上にプロットしています。で、NEM は、まあ、防災科研が、えっと、まあ、事務局をしていて、私が事務局長を兼任なんですけれども、えー、まあ、何か災害が起きたときに、えー、防災科研では扱いきれないデータだったり、えー、データが、加工が必要なデータなんかを NEM のボランティアさんたちと相談して、こういうデータ集めたいんですけど、手伝ってくれますかって言って作成しています。 ちょっと漫画チックにしてみましたけど、えっと自治体、各自治体さんから出てくるデータっていうのは、すべて全部フォーマットが違うし、えー、そのフォーマットが違うものを、なんとか、えー、残念ながら今、コンピューターで自動処理できないレベルでもフォーマットが違います。えー、HTML で公開されているものもありますし、PDF で出していたりだとか、えー、いろんな形で出されてたりとかします。 下手するとものによっては画像データとして出してたりするので、どうしても機械処理が不可能になっています。で、これを基本的には CSV のフォーマットにして、で、人でやったらもう死にそうなボリュームになるので、オンラインでみんなで共同編集しています。で、で作ったものをオープンデータとして NEM が公開しています。ので、まあまあ、NEM のウェブサイト、えっと、 n2em.jp にアクセスいただくと、えっと、過去眠るが作ったオープンデータなんかも見ていただくことができます。まあ、こういったものも活用しながら、えっと、災害対応しています。で、えっと、今年の私の研究動画として、まあ、この眠るの活動を動画にして YouTube にアップしてみたんで、まあ、もしお時間があったら笑いながら見てください。あんまり面白くないかもしれないですけど、はい。で、えっと、 でだんだん本題にっていうか入っていくと、えっと、ちょっとこれ、僕実はもともと茨城県の広報官してたこともあって、自治体向けの広報研修とか、えっと、今でも時々してたりします。で、県外市町村外に情報を伝えるっていうことを、実は意外に皆さん、されていないと思っています。で、それが災害時なんかは受援力の向上にもつながると考えています。 例えば土地勘のない人、遠隔から支援してくれる人とか、遠隔からその市町村、都道府県に来てくれる人っていうのは、皆さんが、まあ、特に市町村職員の人に、えー、が強いんですけど、皆さんが日頃の業務でだとか、市民として住んでいて、当たり前の地域の情報っていうのは、市外の人から見ると全く知らない話なんですね。 で、土地感のない人にいかにわかりやすく伝えてあげるかっていうのがものすごく重要だと思っています。あと、まあ、ね、先ほどネームが頑張って人力でやってるかもしれませんけれども、コンピューターのがデータを読み取りやすい形式にしたりとか、フォーマットを統一していくっていうのが必要だと思ってます。で、今日はちょっとお時間もないので、まあ最初の土地感のない人についてわかりやすくって話をしていこうと思います。で、 えっと、これは本当に広報用、広報研修用に作った資料ですけど、よくあるのが本市ではって書いてあって、会場はペケペケ公民館みたいな。で、えー、っと、回覧板流したりとか、チラシを作って市民に渡しています。で、えー、っと、市民でも、例えばなペケペケ公民館っていうの知らない人なんかもきっといるでしょうし、まあ、例えば想像してみてください。最近引っ越してきた人はペケペケ公民館って名前だったらもうわからないですよね。 で、えー、っと、まあ、まあ、避難所リストを例に取ったら、避難所リストに施設名が書いてあったらそこに逃げることはできません。で、例えば私たち防災家研の人だったり、対抗支援で他県から入ってくるような支援者は、えー、市内とか県内の情報ってをちゃんと持ってません。そういった情報をお届けするのでは、やはり動いてもらえないし、助けてもらうことはできなくなります。 で、えっ、ー、と、必要なのは、なるべく省略しないで日頃から丁寧に書く癖をつけること。えー、本市ではっていうのを市町村名に変えたところ何の不思議もないし、えー、で、あと、例えば会場名は公民館名じゃなくて、きちっと都道府県名から住所を書く。えー、電話番号は市外局番を絶対、はしょらない。で、これ実は今すごい重要で、携帯電話は市外局番必要なんですよ。でも、えー、市町村、 とかから出てくる情報はいまだに市外局番書いてないものがいっぱいありますで。こういったちょっと数文字増やすか減らすだけで、えー、格段に受援力だったり、情報を伝える能力が上がってくるのに、こういうことができていないのが今現状だと思っています。で例えば、まあ集,集合、えー、場所、まあ、こんな、あのこの茨城県龍ケ崎市っていうところの辰野小山っていうのじゃあこの 右下の赤い点を集合場所、市民に来てほしいと思ったら、皆さんどうやって説明しますここには住所って多分ないんですよね。で、一番いいのは、井戸経度を使うことだと僕は思っています。で、えー、っと井戸経度、例えば、えー、っと今回、国土地理院さんのもうサイトを使わせていただきましたけれども、えー、国土地理院のサイ,トさんサイトで、えー、っとこ,のここのじ井戸経度を見ますと。で、井戸経度が表示されます。 であ、ごめんなさい、内容同じですね。はい。で、これはまあ多分今度、防災加減になっていると思いますけれども、防災加減の移動、えー、経度、ちょうど中心点の移動経度になっています。で、えー、とこれを Google マップなんかに例えば入力して、そうすると URL になりますから、えー、これが URL になります。で、これをチラシに書いておいてあげてもいい。し、まあ 紙に書くとちょっと使いにくいですけど、えー、ウェブサイトとかだったら URL 書いてあげるとリンクをクリックするだけで市民だったり県外の人は マップが自動的に立ち上がるので、その場所がどこなのかとか、えーと、スマホアプリのナビゲーションが動いて、そこに行くにはどうすればいいのかまで教えてくれます。あと、紙で渡す場合は、まあ、いろんなタイプの QR コード変換ツールがあるので、まあ、ど僕がとりあえず見つけたの QR のすすめってサイトですけど、いくつか種類がありますので、えーっと、QR コードを 作ることもできます。そうすると、今はもうスマホのカメラが QR コードを読んで、ウェブサイトに飛ばしてくれるので、これだけで簡単に任意の場所に飛ばすことができます。で、これは例えば観光なんかにも使いまして、観光のスポットってちゃんと住所がないこともありますが、 二度経度を使って、まあ、QR コードを使ったりすると、えー、任意の場所に、えー、行かせたいところにちゃんと人を誘導することができます。こういったことを日頃の業務でしておくといいのかなと思っています。であとぜ、ぜひ皆さんにやっといてほしいのが、さまざまな施設情報とかそういったものに、まあ、住所までは書いてて、多分今だと、えー、市町村名書かずに、まつまこの ケースだったら5丁目とかで電話番号、電話番号下手したら市外局番書いてないと思います。で、これにまず、えっと、まあ、正しく住所を入れることと、電話番号を市外局番からきちっと入れる。 もう一つぜひやっておいてほしいと思うのは、えっと、できれば井戸経度を入れておいてほしい。で、移動経度を入れた情報を作っておいてくれれば、多分先ほどの、例えば、挨拶活動なんかにするときにものすごく便利なんですね。で、それ以外に、例えばさっき言った通り、えっと、人を活かすためにも移動経度を使えば簡単に、 えー、特にまあスマホにいかに情報を伝えるのが重要なので、スマホで情報を読み取るのもすごく簡単になりますので、まあ、ぜひ皆さんの日頃の業務の中に移動経路を入れるって癖をつけてほしいなと思います。はい、あと、いくつか使い方の紹介ですけど、移、ま、動、あ、経路一括で、えー、ごめんなさい、住所一括で移動経路に変換するようなツールを 国土知人さん公開してたりするので、まあ、ちょびっと癖ありますけれども、決してそんなに難しいツールではないんで、えー、っと住所をちゃんと入れとくと、一気にガーッと井戸経路を変換してくれるので、まあ、なかなか便利で、僕もあの災害対応とかで時々使ったりしていますで。で、井戸経路が重要な理由っていうのは、住所っていうのは決して普遍ではなくて、何かあると時々変わるんですよね。で井戸経路は基本変わりません。 あと、さっき言いましたけど、観光スポットなどは住所がないので、なんとか付近って書かれてたりするのを、きちっとピンポイントで点で表すことができます。あと、地図に簡単に落とし込めるっていうのは強みだと思ってます。あと、皆さんにご注意は、Google マップなんかの商用地図のスクリーンコピーを貼り付けるのは著作権法違反になりますので、使わないようにしましょう。 なので、今回はまあ許諾が得やすい国土地理院さんの地図なんかを使わせていただきました。もしくは、オープンストリートマップっていう、まあ、みんなで書いてっていう地図があるので、まあ、こういうのも使っていただくのも手だと思います。あと、業務改善の提案ってわけじゃないですけど、実例になりますけど、えっと、例えば台風のあとで、近所のカーブミラー曲がってるから直し,直しておいてよって電話があったとします。で 市民から見ると、オレンジの近所とか、あそこの角みたいな言い方されますけど、全然わかんないですよね、どこか。そうすると、結局、まず見に行かなきゃいけません。で、これをどうやって改善するか。で、えっと、これは、えっと、茨城県森谷市の方から資料とかご提供いただいたり、まあ、この導入前からちょっと僕も少しお手伝いさせていただいているサービスなんですけれども、えっと、森インフォっていう市民生活総合支援アプリってアプリケーションをえ森谷市が えー、作っています。で、えー、だいぶユーザー数増えて、まあ、世帯の、まあ、4分の1ぐらい、えー、最近入れています。で、このアプリが、えー、すごいのは、えっとまあ千葉、千葉市さんがやってる千葉レポに近いものがあるんですけど、えーっとまあ、市民が例えば道路を直してほしいとか、ここも壊れてますよっていう情報を、この、えー アプリ上で写真を撮って投稿していくと、まあ、自動的に先ほど僕が何度か言っている井戸経度を伴った情報に変換されてそれが市町村にた,市にたまっていくんですね。でそれに基づいて、えー、対応ができる。で、えー、っとで実際、えーっとまあ、数値最近のものまた先日もらったんですけども、えー、っとこういうことをすると、まあ、件数が異常に増えちゃって困るんじゃないか。 ご意見あるんですけど実際には過去3年間見る限りは森インフォ使ってる分がものすごく増えたことっていうのは特になくて、えっと、でも去年おととし増えてるんです、これ森保さんも理由分かんないらしいですけど、えっと、件数がバカみたいに増えたこともないですで。逆に言うと森インフォから来てる情報っていうのは、えー、重篤になる前に、えー、連絡が来るそうなんで、修理コストなんかはそんなにかからず逆直せるので、 トータルでの、えっとまあ、予算の使われ方はそんなに変わらなかったと聞いています。 で、えっと、まあさい、最後のまとめ的な話になりますけど、えっと、まあ、県外の市町村外に情報を正しく伝える。要するに、えー、災害対応で言えば自由力をいかに向上するかっていうと、いかにして土地化のない人にも分かりやすく情報を伝えるか。えー、何度も何度も言ってますけど、市外局番書いて、都道府県名書いて、市町村名書いて、できれば井戸経度も使っていただくと。で、今日は話してます。 えー、時間ないんでしてないんですが、やっぱコンピューターがいかにデータを読み取りやすくするかっていうのが重要だと思っていて、えっと、皆さん、Excel を使って作業されること多いと思うんですけれども、Excel は印刷ツールではないです。Excel は計算ツールです。Excel で,で計算したのに、えー 番組変えたりとか印刷するためのツールに使われてるんですけれども、本当は計算ツールであるので、えー、し、その Excel で皆さんが作ったデータがいろんなフォーマットに分岐してしまうので、え、できれば元データは CSV で保管していただきたいなと、えー、と、まあ、スラングである紙 Excel はやめていただきたいなと思ってます。で、フォーマットの統一は単一自治体できることではないと思いますが、今、ま、デジタル庁がいろいろと頑張ってくれてるはず、 っていうかまあ僕らも少し関わって、デジタルとさんと一緒になんかやったりとかしてますけど、えー、いうのをちょっと待ってもいいかなと思ってます。で、こういったことをしていくことによって、えー、日頃の業務をちょっと変えていくだけで、防災力、災害対応力っていうのが向上すると思っています。はい,いはい。えー、っと、まあ、ちょっとこれで私からの講義は終了させていただきます。はい、ご清聴ありがとうございました。